はい、こんにちは。今日はね、まあ今流してますけど、つい先日ルアニュース R さんの方でね、連載でも書きましたけど、東京湾の、ビッグプラグによるメバリングね、まあ動画内でもね、かなり大きめの、プラグでメバル釣ってますけども、これに関するね、質問がちょっとこのところは相次いだので、この久しぶりにこのワンパイントの方で補足説明をねしておこうかなと思います。はい、実はね、今月末に5月末にもう一回行きます。もう一回ビッグプラグゲームやろうかなと、納得いってないの、自分で納得いってない、物足りないんだな。全然物足りないので、もっと実験的なことをね、やりたかったんだけど、ね、ちょっと準備不足で前回はね。で、今回は、月末にしっかり準備して、さらに実験的なことをね、やってみようかなと。で、まあ、次回はボートも変えて、ブロウィン80かな、ブロウィン80、3連結、4連結で、お客さんに釣らせてる船があるの。アングラーズスタッフの高橋店長、ブルーブルーのテスターさんね。で、彼がやっぱりこういうでかいプラグで釣れるポイントをね、いくつも持ってるんです。これね、ほんと東京湾広いから、ボートでね、得て増えてっていうかね、というより東京湾全域にみんなが行くわけじゃないから、自分の船の近くのエリアで、しっかりどの船もポイント作って、お客さんに釣ってもらってるわけですよ。まあ中でも、高橋船長はでかいプラグで釣れる場所っていうのをね、よく知ってらっしゃるので、なおかつ連結ルアーで、これ、スープラ連結で作ってる、3連結で。連結ルアーで釣るっていうことをね、真っ先に、近年、真っ先に提唱しておられる船長なので、そこもリスペクトして、本格的なテストを楽しむんであれば、ちょっと、今回は高橋船長の船に乗ってやってみます。はい。ということで、まあ、今お見せしたスープラ3連結は当たり前なんだけど、単純に連結プラグ、連結面白いよ。実際、前回も地球さん釣ってたし、まあ僕も、ずいぶん前にね、プラグ連結して魚釣ったことは何度かあるので、ただ3連結、4連結なんてことまではね、そんなに何度もやってないんですけど、それよりも以前に、望ましいね、やっぱ単体で釣った方が望ましい。単体で大きなメバルが、選択的に釣れるもんなら、僕はそっちの方がスタイルとしてはおすすめです。連結は確かによく釣れてるみたいで、まあ今回のロケ楽しみなんですけど、まあ前回もお見せしたような、これね、世界の並木のトスさんとこのプラグで、ベントミノ。で、このサイズなら、まあ食うよねと。こっちのでかいので釣ってみたいなということで、単体ででかいものを中心にね、やってみようと思うんですが、中でも言ってるけど、東京湾だから、こう思われるのがね、僕一番ね、嫌なんですよ。ちなみに、僕がでかいプラグで、メバルを、怒涛の連発させたのがね、事件があるんですよ。実は20年近く。20年ならないかな。18年くらいかな。17、18年前。まあ、それまでもでかいプラグで、シーバス狙ってて、ね、シーバスミノーでメバル釣れたなんて経験はもう僕も無数にあるんだけど、そうじゃないですよ。連発。33センチを筆頭に、一番下が26センチまで7連発したことがあるの。その時何使ったかなのよ。場所は、愛媛。使ったルアーは、これ。ね。当時これまだ発売されて、そんなに年数経ってない。
メガバスのワンテンです。メガバスワンテン、ちなみにほらビートイートと比べたらこんなこんなに差があるの。こいつで釣ったのよ。そこからね僕変わったね。で、一番下が26センチだった。26って高いよね。うん、26だから食っただろうってみんな思うよね。でもね、僕はこれで、たまたまそこはね、誰も手出してなかった場所だから、でかいのが残ってたんだけど、この経験から、これは面白いなと思って、近年僕が頻繁に使うのは、17センチ、18センチのメバルが食ってくるデカプラグですよ。これ。バスディさんのシュガーミノースリムの9号なんだけどね、リップが長いからメガバスのワンテンとあんま変わんないんだよね。長さはねほぼ一緒、太さが違うだけ。うん、で長いからちゃんとアピールある。でも細いからさすがにワンテンよりはノリがいいんじゃないかなと思って、僕は瀬戸内の広島のね、もしくは山口の普通の堤防でこれを繰り出してみたら、もう普通に釣れちゃうわけね。はい、そこをね頭に入れて、続きを聞いてください。ということで今回またワンテンが東京湾でどれぐらいね通用するもんなのかを、やってみます。で、前回のロケで非常によく釣れたステルスペッパーが70S だったのかな。なので今回はこの110で、これワンテンと同じサイズ、これで釣れたんだもん。これで釣れなくないよね絶対。はい、ダブルスイッシャーシンキングの110でどれくらい釣れるか、これもやってみたい。まあ釣れると思ってるね。で、さっきの弁当ミノーもこれ105、約11センチぐらいあります。まあこの辺を試したいなと。あとまあメバルがちょっと沈んでるようであれば、少しレンジも攻めたいので。うわこれすげえな、どうなってんだ、自分で作っといてどうなってんだって。2連結と3連結がフックでつながってたから5連結になってたけど、まあ比較的ね、レンジを入れやすい SPM75 の3連結浮いてればステルスペッパーとかね、あるいはスープラの連結なんだけど、レンジが例えば5メーターとか、前回実はそうだったのよ。魚探反応を見ると5メーターぐらいにね、ベート反応が出てて、メバルらしき反応もそこで出てた。それをダブルスイッシャーで無理やり浮かせて釣った状態なのね。で、多分高橋船長が行くポイントってね、メバルは浮き気味なはずなので、浮き物を狙うプラグ主体にやるんだけど、まあ沈んでたらということで、こういう、重たいやつをね、用意していきます。で、なんだよ、11センチまでかよって思う人もいるのよ。俺もっとでかいプラグで釣ったことあるぜっていう人は必ずいる。経験のない人は11センチでもびっくりするけど、経験のある人は11センチではびっくりしないのも今。で、今回僕が用意した、必殺ルアーはこれ。見てくれ、メガバスのイーラ、何センチあるのかな、24センチぐらいあるよ。これ面白くない、これで釣れたら笑えるよね。でほら連結っつって製品版の連結だから単体なんで、うん、こうしたいよ僕は。連結ですごいね、バカバカ釣れるんであればこっちで釣りたい。だって
ブローウィンの4連結って1回ロストしたらいくらかかる？こっち3分の1ぐらいで済むよ、値段が。やっぱり単体の製品だとね。え、同じさ、こういうハイシーズンに面白がってた、こういう楽しい遊びするんだったら、やっぱりね、効率がいいっていうか、その、なんかコスパ、コストパフォーマンスがいい方にしたいよね。下手すると、メバルこういうロングプラグの東京湾スペシャルなんてもね、先々でうちが作ったり、よそが作ったりするかもしれないから、やっぱりこういうことはね、しっかりテストしておきたいと思います。はい。ということで、皆さんもね、地元でいろいろやってみてください。うん。なかなか勇気はいると思う。いると思うんだけど、釣れます。まあ、タックルハウスさん。タックルハウスさんのソリッド系なんだけどね。うん。これ引くとね、かなり、レンジの浅いとこ通ってくれます。これも80オーバーなんだけど、これでね、普通に釣れますよ。で、僕は今回これを2連結で。瀬戸内でも2連結で釣れちゃうと思うんだよね。これはこれでね、また、今シーズンはもう瀬戸内堤防からメバル離れちゃってるんで、やりませんけど、来シーズンは堤防でもこれやってみます。こんなのもボートで釣ってやろうと思ってね、用意してます。はい。まあ、今日はね、プラグをお見せしただけなんですけど、あ、もう一個持っとかなくちゃいけねえや。フックの話、フック。これ。これ、フック乾燥してるからね、変えてます。製品版についてるのはこんなんだよ。だいぶでかいよね。さすがにね、ステルスペッパーの110とかね、このイーラについてるのはバス用シーバス用のね、4番フックとかついてるの、さすがにきついので、ね、イーラもステルスペッパーも、8番に変えてます。ものによっては6番もつけてますけど、だいたい8番平均で、今日ずらっとここへね、用意したやつは8番で、ここでね、勘違いしてほしくないのは、小さいから釣れると思う人がいちゃうんだよ。そうじゃないのよ。4番6番のサイズでもね、メバルちゃんと釣れるんです。で、なぜじゃあ、6番とか8番とかに乾燥するのかっつったらね、針の太さなの。さすがにね、4番6番のね、シーバス用とかバス用はね、軸が太いから、貫通しにくいわけ。そこだからね、僕が変えてる理由はサイズがでかいからじゃないです。これでも軽量用の細いフックでこのサイズだったら全然メバルは釣れちゃうし、でかいサイズのいいところってね、口へ外掛かりするの。小さいフックは口の中に入れて、かけるんだけど、タチウオを釣る時のね、ジギングでタチウオ釣る時のフックなんてこんなでかいよね。タチウオ口ちっちゃいからフック中入りにくいので、食いに来たやつをでかいからこそ1本は口の中だけど残りの2本が外からかかっちゃうよっていうかけ方なので、これがメバルにも応用効くんです。だから、まあ4番なんていうのは極端すぎても、普段メバルのプラグに使わない8番フックくらいは、細軸を使えばね、12番とか10番でショートバイトが8番の細軸使ったら急に取れ出すなんてこともたくさんあるのでね、そこはね、覚えておいてくださいね。フックっていうのはね、そういう面もあるんで。はい。じゃあ、ということで、ね、どうなるかわかりません。当日は雨降って中止になるかもわかりません。とりあえず、チャレンジするつもりで用意してますので、ロケをお楽しみに。